で、ここまでですね、実質為替レート、実質為替レートと言いながら、ジャガーとキャデラックの交換比率とかですね、日本酒とワインの交換比率とか、日本の床屋とアメリカの床屋の交換比率とか、まあ、そんなようなものを、言ってきたんですけれども、本当の実質為替レート、これからちょっと定義しますね。すべてですね、外国で生産されるすべての財やサービスに対する自国で生産されるすべての財やサービスの相対価格、これが、まあ、基準年と比べてどれくらい変化したかっていうのが実質為替ということになります。このすべてというのがちょっと今までと違います。はい、どういうことかっていうと、その財やサービスの、すべての財やサービスの価格を考慮した消費者物価指数とかね、そういうの前に勉強しましたが、いわゆる価格指数、物価指数ですよね。これを価格の代わりに使うということです。だからさっきは P と P スターっていうのが、キャデラックの値段とジャガーの値段だったりしたんですけども、あるいは日本酒の値段とワインの値段だったりしたんですけれども、そこにですね、今アメリカの教科書なので、自国が米国というふうになっていますが、P は米国の物価指数、具体的には GDP デフレーター。P スターはアメリカにとっての海外である、ここではイギリスの物価指数、イギリスの GDP デフレーターというふうにします。名目レート E はそのまんまです。1ドルイコール E ポンドですね。この3つを使ってさっきと同じ式でイプシロン計算したものが実質為替レートと呼ばれるものです。名目為替レート E、 1ドルイコール E ポンドかけるアメリカの物価割るイギリスの物価、これがイプシロンが実質為替レートということなんですね。はい。ただ注意が一つ必要でですね、GDP デフレーターって何だったかっていうと、基準年と比べてどれぐらい物価が上がったかっていうのが GDP デフレーターですよね。GDP デフレーターってその、2000何年を基準年として、でその次の年どれぐらい物価が上がったかとかっていう指標だったんで、基本的にその絶対値レベルに関しては意味がないんですよね。基準年においては1なんですよ。なのでそれを使って GDP デフレーター自体がそのレベルに関しては、その絶対的な大きさに関しては意味をなさないので、そのどこを基準年にするかによっても変わってしまいますので、結局その GDP デフレーターを使って計算する実質為替レートに関しても絶対的な大きさ自体は、意味がない。いいですか？それが高くなったのか低くなったのかっていうその変動には意味があるんだけれども、絶対値には意味がないということだけちょっと注意してください。そこがキャデラックとかね、ジャガーとか日本酒とか、ワインとかっていうその実際のものの交換比率を考える場合との違いです。さっきの例で、さっきの最後のケース4の例ですね、この例で実際の実質為替レートを計算してみましょう。実質為替レートを計算してみましょう。どういう例だったかっていうと、為替レートが1ドル100円だったのが110円に上がりました。日本酒の値段も100円だったのが110円に上がりました。日本の床屋の値段は変わりませんでしたという例でした。はい、GDP デフレーターも多分みんな忘れてしまったと思いますので、ちょっと復習すると、名目 GDP と実質 GDP っていうのを計算して、その比率でした。2020年からいきますね。アメリカの名目 GDP は1ドルもの、1ドルものが1万単位、1ドルのものが2万単位で合計3万ドル。これがこの世界におけるアメリカの名目 GDP と。いうことになります。2020年です。日本の方は100円のものが2万単位、100円の床屋が1万単位ということで、名目 GDP は300万円ということになります。はい。で、実質 GDP なんですけども、実質 GDP は基準年を決めるんですね。2020年だったら2020年の価格を使いましょうというふうに計算するものなので、今基準年を2020年としますと、2020年においては
実質 GDP も変わりません。アメリカ3万ドル、日本は300万円ということです。で、実質 GDP と名目 GDP の比率が GDP デフレーターですので、結局基準年においてはアメリカも日本も GDP デフレーターは1ということになります。はい。どちらも物価が1、1なので、実質為替レートは100と名目為替レートと変わらないよねというのが2020年基準年における名目実質為替レート、実質為替レートになります。はい。で、今度2021年においては、日本のこの日本酒の値段が上がるんですね。日本酒の値段が上がります。アメリカの方は何も変わりません。アメリカの方は上と一緒、2020年と一緒。日本の方が名目 GDP が変わります。なんで、値段が110円に上がったからですね。日本の2021年における名目 GDP は110円のものが2万単位。110円のものが2万単位。で、220万円ですね。で、あと床屋100円のものが1万単位ということで、名目 GDP が320万円に増えます。320万円に増えます。ただ生産量自体は日本酒2万単位、床屋1万単位で、生産量自体は別に何も変わってないんですね。なので実質 GDP は変わりません。実質 GDP 何だったかっていうと、基準年の値段をそのまま使って、基準年の値段100円、100円ですね、を使って GDP を計算するということなので、生産量が変わってなければ実質 GDP は変わりません。300万円のままです。100円のものが2万単位、100円の床屋が1万単位で300万円のまま。実質的には300万円だけれども、名目的には320万円に増えたということで、あ、物の値段が上がったんだな。実際には320÷300で 1.06。1.0667。これが2021年における日本の GDP デフレータということになります。1.0667。で、あとはこれを使って計算したものが2021年の実質為替レートということですので、実質為替レートはアメリカの物価水準かける1ドル1円割る日本の物価水準 1.0667 ということで 103.1 ということになります。これがアメリカの財、すべての財やサービスですね、ワインや床屋と日本のすべての財とサービス、ここでは日本酒と床屋のそのすべての財とサービスの、まあ、交換比率というか価値の比率ということになりますね。日本、アメリカの交換比率ではないんですね。そうかそうか、デフレーターを使っているので、その絶対的な値には意味がないので、絶対的な意味はないんですね。その交換比率みたいなものが基準年と比べてどう変わったかなんですね。基準年が100で、それが 103.1 になったので、アメリカの財やサービスと日本の財やサービスとの交換比率、価値の比率みたいなものが、その日本の財やサービスがちょっとだから安くなったっていうことなんですね。日本の財やサービスの方が全体的に、平均的に 3.1% だけ安くなったということを意味しています。この数字自体は、もう意味をなさない。数字自体はこの交換比率という意味をなさないっていうことですね。ここはポイントでしたね。はい、大丈夫でしょうか。さあ、実質為替レートというのを実際に数値例で計算して、ちょっとイメージが湧いたところで、今度は、名目為替レートを分解するという話をしたいと思います。実質為替レートの定義が、名目為替レート、その1ドルなんぼで表した名目為替レートかけるドルの物価割る、そのアメリカにとっての海外の物価で割ったものということで、この定義、これ両辺を6取って、で、名目為替レートの方を左辺に持ってきますね。この名目為替レートの方を左辺に持ってくると、ログ ET イコールログの実質為替レート足すログの、日本の物価引くアメリカのログのアメリカの物価ということになります。
で、これは時点が t でも t-1 でも一緒なので、1年前についても同じ式が成立します。これが3本目の式です。t が t-1 になっただけです。で、それぞれですね、ログなので、辺辺引いて、辺辺引きますと、結局、ログの et-1 分の et、これはドルの上昇率ですね。ドルの上昇率ですね。1ドル100円だったものが110円になると、まあ、円安ドル高ですね。これがドルの上昇率、名目での上昇率が、日本の物価の上昇率、物価上昇率、引くアメリカの物価上昇率、足すことの実質為替レートの変動率という式になります。これなんで上昇率とかインフレ率とか成長率って言ってるかっていうと、これ皆さんおなじみのログの1プラスちっちゃい数はそのちっちゃい数にほぼ等しいっていうね、この微分っていうか、テイラーの一次近似の式がありましたので、この成長率の6はですね、大体、まあ、成長率なんですね、これね、6ドルとね、はい。でこうやって見てやると、さっきの定義式と、まあ、ほとんど言ってることはね、この定義式そのものなんですけども、こうやって見てやると、私たちが日々ニュースで見ている、ね、また円安になった、円高になったっていう、あの為替の変動率って結局のところ日本の物価の変動率とアメリカの物価の変動率と、あとはその物価の変動率で説明できない残差項みたいな、そういう解釈をすることができます。で、この残差項の意味合いがですね、実質為替レートなんだと、そういう見方もすることができると思うんですね。つまりドルが上昇しましたって言ったら、それは日本でインフレが起こったか、あるいはアメリカでデフレが起こったか、あるいはそうですね、物価以外のところなんで、価格以前のところですので、そうですね、アメリカの財やサービスが相対的に、まあ、人気になったとか魅力を増したとか、まあ解釈は何でもいいと思うんですけども、そういうものとして実質為替レートを解釈するということもできるかと思います。はい。ただちょっとね、注意も必要で、トートロジーにならないように気をつけてくださいね。名目為替レートで円安ドル高になったのはね、実質為替レートが上がったからだっていうと、トートロジーになってしまう場合もあるので、それだけ気をつけてください。どういうことかっていうと、ボディマスインデックスね、 BMI って皆さんもよく知っているこの指標でちょっと例え話をしたいと思いますけれども、BMI 知ってますよね。皆さんの体重が W kg で、身長が1メートルの時、 W を H の2乗で割ったこの B っていうね、 B っていうのを計算して、20だとか30だとかっていうのをその計算してもらって、で、やっぱり太ってる人はこの B が大きいんですね。B が大きい。体重を身長の2乗で割ったこの B が大きいので、まあ、B が大きい人は太ってるってことで、まあ、この B をですね、その肥満度というふうに解釈するという、これが BMI なんですね。で、BMI をそういうふうに定義するのはいいんですけども、で、一方で、体重がある人ね、体重がある人、イチローは何キロだとか、大谷翔平は何キロだとか、その体重が大きい人って、その身長が高いか、あるいはその肥満な人ですよね。身長が高くて体重が重いって人もいるし、あるいは、太っていて体重があるっていう、その二通りのパターンがあるので、体重がある人は身長が高いが肥満な人っていう、この感覚的にそれも正しいんですけども、この二つ合わせて、体重が重い人は身長が高い人か肥満な人であると。で、肥満な人ってどんな人って、それは BMI が高い人だと言ってしまうと、それはトートロジーになりますね。それはトートロジーなので、そこのとこだけちょっと注意してください。はい。なので、ここではこの名目為替レートをこういうふうな式で表した場合には、実質為替レートに関してはですね、まあ、イメージとしては、物価では説明できない相対的な価値とか人気度とか魅力とか、まあそういったものなのかもしれないけれども、あくまで国内国外の物価では説明できない分の変動、その名目為替レートの変動のうち、物価変動では説明できないその残差項みたいなものを、
実質為替レートと呼ぶというふうに解釈したいと思います。はい、実質為替レートと、ね、名目為替レート、名目為替レートと物価変動率が分かれば実質為替レートも定義式に基づいて計算できるということなので、ちょっと日銀のね、日銀が、計算しているそのデータを持ってきました。実質為替レートと名目為替レートがどういうふうに推移してきたかという図ですね。オレンジの方が実質、青の方が名目なんですけれども、これちょっとですね、円とドル、円とドルの為替レートではなくて、後でちょっと詳しく説明するんですが、諸外国、アメリカだけじゃなくて、すべての国を含めた多国間のレートというのを使用しています。なので、上に行けば行くほど円高というグラフになっています。普通だったら1ドルなんぼで為替レートって1ドル 何円とか1ポンド何円とか1ユーロ何円っていうふうに表すので、普通は数字が小さい方が円高なんですけれども、ここは、そういう私たちがよく普段目にするレートと違って、多国間レートというものを計算したグラフですので、普通に上に行くほど円高というふうになっています。絶対的な変動幅にはね、意味あるんですけど、これも実はその絶対的な水準には意味ないんですね。絶対的な水準には意味なくて、2010年の値を名目も実質も100というふうに表しております。このグラフ見てね、なんかもともと実質と名目が離れてたけど、だんだんこう近づいて2010年で一致してるなとかっていうのは、あんまりそれは意味ないです。これもし2010年ではなくて、1980年が基準年だったら、1980年においてこのオレンジの線と青の線は一致していて、そこから青い線がぐわーって上の方に上がっていって、オレンジの線はそんなに上がってないで、差が開いていくというグラフになってたと思うので、そこだけ注意してください。絶対的なレベルには意味がないっていうことですね。で、この多国間のレートで、名目為替レートと、それから、そうですね、日本国内の物価変動率と海外の国々の物価変動率っていうものを考慮して計算した実質為替レートの、この2つの、推移を見て、気づくことが2つあります。1つは、短期的には、このギザギザって結構一致してますよね。上がってるときは、一方が上がってるときは、もう一方もわっと上がってる、ことに気づくと思うんですよね。このようにですね、物価変動率って、外国為替レート、その、日々の変動ですね、短期的な変動に関しては、実質と名目ほぼ同じように動いているというのが一つ目の特徴です。これはまあ感覚的にも分かると思います。名目の為替レートって毎日毎日ニュースを、ね、見てると分かると思いますけど、大体その社会とか政治とかのニュースの後スポーツニュースがあって、でその後天気予報があって、最後に今日の 株式市場と為替の値動きですっていうニュースあると思うんですけども、もう毎日毎日ね、円安ドル高って、もうどんどんその為替レートって変動しますよね。変動します。毎日変動します。毎日っていうか、もう一日の中でも変動します。物価変動はね、物価はそんな、一週間とか一日とか、一時間とかっていうレベルで変わるものではないので、さっきのこの式においてですね、短期的な変動に関しては、短期的なその為替レートの変動に関しては、もう物価は関係なくて、ほぼその物価以外の理由で変動しているということが想像できると思います。だから短期的なギザギザに関しては、実質と名目とほぼ同じように動いているんですね。ただ、長期的な推移を見ると、青の方はガーッと上がってて、オレンジの方よりも青の方が上がってますよね。名目の方が円高になっているということがわかると思います。はい。青の方、この名目の方が円高に触れているということで、これは何でかっていうと、当然ですね、長期的に見ると日本のインフレ率の方が低かったからと。
ここですね、ここにおいて日本のインフレ率の方がアメリカのインフレ率よりも低かったから、ここの部分がまあマイナスになったですね、ここの部分がマイナスになったので、この実質為替レートよりもこの名目為替レートの方が低く出たと。つまりドルの上昇率は名目値においては、実質よりも大きく上昇しなかった、ドル高にならなかった、円高になったということが言えます。はい、いいですかね、すごい大事ですね。短期的にはインフレ率はあんまり関係なくて、長期的にはこのインフレ率っていうのが効いてくるということですね。まあそうですね、アメリカとかに住んでると本当、ちゃんとインフレするっていうことがね、最初アメリカに5年ぐらい留学してたんですけど、でも最初に行った時はそのキャンパスに行くためのバスって、1ドル25セント1ドル25セントだったんですよね。だけど在学中にそれが1ドル50セントになって、で卒業した翌年に行ったら1ドル75セントになって、さらにその1、2年後に行ったらなんか2ドルになってたので、でバスだけじゃないんですよ、そのベーグルの値段とかもやっぱりその生活してる間にだん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 年々ちょっとずつちょっとずつ時々上がるんですよね。ということでやっぱりまあこのこれからどうなるか知らないけれども、とにかくまあ2000年代ですね、2000年代とか2010年代はやっぱり日本よりもアメリカの方がインフレ率が高かったということが言えるかと思います。今後のことはもちろん分かりません。さあ、今出てきた多国間の為替レート、多国間の為替レートについてちょっとお話ししたいと思います。